じゃあもうまあオクラを着てます。コン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 、メリーゲートのアートワン、ありがとうございます。参考にありがとうございます。遅れた学校に行かないから。ネバネバ食感好き、オクラ好きだよ。眉毛つなげた人は何人いた？一人。一人。当時知ってんだ。え、知ってるよ。なんか、かぼちゃとネギ。違う、間違えた。かぼちゃとゆず。かぼちゃさんを食べてゆずさんを、入れるんでしょ。かぼちゃとゆずが登場する日でしょ。ゆずがお風呂に入れて、かぼちゃを食べるってさっきママが言ってた。そう、ゆずは入れるんでしょ、中に。コココココン、メリーゲートのアークマン、ありがとうございます。なのでまだゆずが余ってると思うんで、はい、ありがとうございます。ネギは初めて聞いたけど、違う、間違えた。ただモモが間違えただけです。それはなんちゃん、ありがとうございます。ご近所さんにゆずもらわなきゃ。ある、まだ前もらったやつが、だからそれを売れます。タコさん、ありがとうございます。コン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 、マリーケイコのアークマン、ありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、なんかさ、なんて言うとしたんだっけ。そう、今日ゆず入れるやん。昨日温泉の音入れてなくて、ツイッターに載せた柴犬と招き猫の温泉の音、結局最初に入れたのは柴犬のやつなんですけど、招き猫の温泉の音をいつ入れようか迷ってます。まだ入れてないんだよね。だから明日ぐらい入れたいと思います。そしてお風呂の中で出てきたちっちゃいワンちゃんは今下にありますので、明日見せます。出たの。今日お誕生日です。だってお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。お誕生日の方とたくさん出会える、ショールームやってると。たくさんの方と出会いますね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーティアさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとうございます。安定のダイソーさんですね。イエス、アイアン、アイユー。タコさん、ありがとうございます。月曜日の元気で見ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ロキポで見れるのでぜひ見てください。月曜日の元気でも結構前に収録したやつだよ。夏の服だもん。だってあれが夏の服だから、割とそう前に収録したやつです。ハートありがとうございます。おみくじ引いて変顔しました。ぜひ昨日のね12時から配信されてるんですけど、そう、それでなんか最初の方だけ見たの、朝。それでなんかあの時は旧危険救世ですって言ってたんですけど、そのなんか下の字幕っていうののところで旧危険救世からなんか昇格しましたって書いてあって、めっちゃ嬉しかった。そう、オクラ大きいサイズ、ワンピースになるぐらいがもうちょうど好き。いつに撮ったやつ、いつに撮った、夏、今冬でしょ、夏ぐらいに撮ったやつです。
まだ小学生の時の収録、それはないそれはないけど、え、でももう14歳って言ってたよね。だっちゃんありがとうございます。え、14歳って言ってたよね。だから多分9月か10月ぐらい。13歳って言ってた？嘘、あれ14歳じゃなかったっけ。昭和に撮ったやつが違うかそう、とにかく夏に撮ったやつです。あ、14歳って言って、じゃあもう9月5日以降の夏ですそう、夏服だったからまだ。今日は私のお誕生日です。だって、おお、23歳です。おお、若い。もう9個しか変わんないじゃん。ハルトありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。素敵な1年になりますように。次はハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、はいはい、誕生日覚えてるさ、そんな大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ。キャさんと同い年、ほう、誕生日おめでとうございます。うまいね、同い年なんだ、すごい。クリスマスレシピみたいのもやってたそう、ちょうどやってた。来年の11月が誕生日です。お、まだかなりありますねかなりありますよ。今朝20、今朝23。そう、でもクリスマスが明けるとお正月が来て、1月10日になれば手形会サイン会がまた始まるので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。そう、昨日なんか良いお年を言う方が多くて今年最後です、あ、良いお年をの方ばっかりでちょっと寂しかったので、また手形会サイン会来年もぜひよろしくお願いします。誕生日須田さんと一緒でした。いいの？言うの忘れてた。あら？宣伝だったし。軽い宣伝させていただきました。モータンからお年玉もらえるの楽しみにしてます。あれだよ。逆逆。逆ですよ、それは。モモがあげるんじゃなくて、モモがもらうの。1月10日はわしの誕生日です。聞いてない？あ、聞いてる聞いてる。あれだ即答。そりゃそうだ、もうもらう気満々だよそう、モモは毎年お年玉袋を保管してるの。なんかどんな お年玉袋もらったか、なんかすごい好きで、ずっと2年前ぐらいからずっと貯めてあるの、お年玉袋。モータンから落としてもらえるって聞きました。それはあれ、噂話、言葉おかしいね。そのデマ、デマ違う袋だけ送ろうか。うん2年前からって最近やな、思った思うもん今今思ったよ。ということで今から体重測ります直球に、直球に。
急に測ります。でも今日は多分このオクラの服が重いから、今日はなんかこっちのあの ABC ステージぐらいにあのスマホを移動させたいんですけど、なんか充電器が壊れて延長コードをめっちゃ長く引いてなんか箱に載せたりして、スマホを動かすとまたまた大変なことになってしまうので、ちょっとスマホの位置はこのままやらせていただきます。もうこっちに来ます。はい、それではじゃあオクラの服が絶対重いのいつもより、もう最初からハードル下げる。はい、行きまーす。あー 0.3 キロ増加、あれちょっと昨日せっかく 0.8 キロ減ったのに 0.3 キロ増加です。え、なんか食べた？食べたか。身長は162センチです。ということで、ももの本日の体重は、違う言っちゃダメだ。危ない言っちゃうところだった。 0.3 キロ増加でした。イエーイ。危ない本当に危ない。よかった、言っちゃいない、無理。逆に知りたい。そのうち出しそうだな。知ったところでリアクション来なくてでしょ。知りたい、無理。何のために聞いたって感じだよね。はい、知りたいです、無理。年内には体重公開じゃない、無理。トップのカロリー高そう。あ、トップ食べたからかな。お年玉あげるから。あ、ほんと？知ったら細って思うよ。細って思うまでの体重になったらね。こっちゃんさんは YouTube で公開してて、こっちゃんさん細いもん。キーキーで一番大丈夫そう。やめてよ。NG あるやん。うん、うん、NG だっけ。うん、そんなことないよ。お水たくさん飲んだでしょ。今日もフルージーってやつ飲みました。あ、それはダメを言うべき。あ、ごめん。すいませんね、ノリに乗れなくて。はい、ということで、ももの今日の結果は 0.5 キロ違う 0.3 キロ増加。まあ、なんかもう無理じゃねえ、お正月まで。ね、無理だよね、難しいよね。1回目は 0.3 キロ増えて、次が 0.3 キロマイナス、なんか それはダメ。あ、そこも言わなきゃいけない。あ、すいませんね、ノリに乗れなくて。あ、気づいた。うん、でも今日から頑張ればいけると思います。なので今日からまたさらに頑張りたいと思います。頑張ってるんだけどね。昨日もトーク会の時にジュースにしようと思ったの、お水にした。まあダイエットしてるのでジュースじゃなくてお水にしました。ということでテロップ出します。じゃん、585日、ありがとうございます。そう、ももたんは成長期だからってよく言われるの。でも成長期でもさ、
成長期のまま終わればいいよ。成長期終わった後のことを考えて成長期の間はまだいいかもしれないけど、成長期終わってそのまま体重が減らず横に増えていくだけだとそのままぽっちゃりになってしまう。はい、カニです。昨日コンビニでカニパンを買いました。ファンの方におすすめされてカニパンを買いました。また食べたいと思います。めっちゃ美味しそうだった。食べたことないの。そう、美味しそうなのね。食べてみた。チョコのカニパンうまいよ。だってチョコのカニパン売ってた売ってた売ってたけど普通のカニパン買っちゃった感想はまた食べちゃった。ということでカニパンを買ったよの報告でした。585日ありがとうございます。ハートありがとうございます。今起きたよ、おはよう。ハートありがとうございます。はい、ちょっと大きく動かしました。ということでランキングを、マイクの前で近づけておはよう言ったらさ、うん、やめとこやめとこ。ちょっとではなかった、だいぶだっただって大きい声出して弟起きたかな。クリスマスのリース、ありがとうございます。声でかんだってかなり恐怖を感じたねプロフィール150何センチ変更しましょうね。そうだよね、確かに。よかった、プロフィールに体重欄なくてということでランキングを読んでいきたいと思います。カイありがとうございます。モータンの声もマイクなくても聞こえそう。うん、直ってないよ、イヤホンなんで。やめてくれ、メンスメンスということでランキング読みます。13位のぴょんちゃんがクリスマスになっちゃった。元の方ありがとうございます。作ってもええやで、それまでめー。カイありがとうございます。12位ててんのマルタの綿の方ありがとうございます。使うところ合ってたよね今。11位ててんのマルタの綿の方ありがとうございます。10位のマルタの綿の方ありがとうございます。9位のマルタの綿の方ありがとうございます。うるさい、うるさいって言っちゃって、モモのママが声大きいんだからしょうがないやん。8位のマルタの綿の方ありがとうございます。ラッキー7のうさちゃんの人参かじってる綿の方ありがとうございます。6位てんてんのピッピッピッのリコーダー弾いてる女の子だぶたの方ありがとうございます。5位のなんか猫、最強最強猫ですみたいな、なんか超怖い猫2人組のペアみたいなやつありがとうございます。4位のマルトのぶたの方ありがとうございます。明日劇場行くの楽しみです、だってありがとうございます。3位のマルタのボタンの方ありがとうございます。2位のマルタのボタンの方ありがとうございます。それでは今日の1位、ピンポンポンポン、ジャグ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 ジャン、今日の1位はのワルタのボタンの方ありがとうございます。今職場に着いた、仕事頑張ってください。それでは
てありがとうございます。それではドン、いくぞ、いきます。お願いします。ということで、モリモリチューニュー、ピピ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 ピ、足型一日頑張ってください。1週間頑張ってください。それでは二輪します。左手出して右手出して、せーの、二輪。ありがとうございました。バイバーイ。明日の配信は朝です。ぜひ見てください。バイバーイ。